天気予報をお伝えします。今夜の近畿地方は次第に雨、降り方が強まるでしょう。明日のポイント、お天気ライオンちゃんです。はい、明日は災害クラスの大雨となる恐れがあります。京阪神の皆さんも警戒してください。詳しく見ていきましょう。 台風2号は沖縄に接近中、暴風域はなくなりました。今後、東へと進みまして、土曜日にかけて近畿の少し南に離れた海上を進むでしょう。まあ、直接の影響というのは、まあ、高波ぐらいで限定的ではあるんですが、前線の影響で明日は大雨となりそうです。天気図です。台風の周りは反時計回りに風が吹いています。あまりにも力を持っているので、周りの風を動かす大きな影響 歯車のようなものなんですね東側見ると南から前線向かって暖かく湿った空気の流れというのが台風によって強められてしまいます明日は中国や四国地方で過去に何度も災害をもたらした線状降水帯が発生する可能性があるんですねただその他の地域でもあの線状降水帯が発生しうる気象条件で近畿でも危険な状況になってしまうかもしれません雨の予想です はい今夜から断続的に激しい雨特に明日の昼前から夜にかけて発達した雨雲が南下して1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降るところがあるでしょう、えー、低い土地の浸水や土砂災害あとは河川の氾濫には警戒してください京阪神も午後をピークに滝のように雨が降りましてアンダーパスあの地面をこう潜るように低くなっている道路が冠水するような危険もあります各府県の大雨の 見通しです明日夕方にかけて予想される24時間雨量まあ、和歌山の南部など250ミリで南の地域ほど雨量は多いんですが普段大雨に慣れていない滋賀や京都200ミリ兵庫大阪も180ミリの予想ですこれは6月1ヶ月分に相当するような大雨でゴールデンウィークの終わりに発生した大雨を上回るような規模の大雨になる可能性もあるんですね厳重に警戒をしてください各地の天気です 明日は土砂降り、本当に滝のような雨で、特に正午から午後6時の時間帯が危険な大雨となってしまいそうです。川や崖の近くなど災害のリスクのある地域にお住まいの皆さんは、すぐに避難ができるような備えをしてください。最高気温は25度くらいで、かなり湿気もあって蒸し暑く感じられるでしょう。週間予報です。 明日は大雨に警戒。ただ土日は天気回復傾向です。土曜日は北から天気が回復して次第に晴れ間が戻りまして、日曜日、月曜日と広い範囲で晴れるでしょう。最後に洗濯情報です。明日は部屋干しがおすすめです。大雨の影響で停電が発生することもありえますので、十分に注意、警戒をしてください。